くしゅ皆さんこんこにちは、加藤です今回は大晦日の来人で柴田に騙された久保がですねスポンサーの絹田シカっていうところにね許してもらった件についてお話ししたいなと思いますいやー久保くんよかったね許してもらえてちょっと心配してたんやでああ僕なーやっぱ久保くんのそのやばい感じめっちゃ好きだからなちょっと嬉しいわな サラちゃん奥さんな変な衣装着て歌って踊るお前の奥さんも最高やしなあの許してくれたスポンサーのキヌタシカっていうところもなちょっと先生やばい感じやんねえんか看板もやばいしなんか変なグッズもな売ってたりしてなもうやばいな君の周りやばいやつしかおらんからもう最高やなあーもうたまらへんわ、まあ、ただなただなーお蝶騒動みたいになちょっとまあ気をつけにゃ いかんレベルってあると思うねんから、ちょっとな、あの、トラブルには気をつけてほしいわ。な、周りに変な人が集まってきて、やばい感じで、なんか盛り上げてくれるのは嬉しいんやけど、トラブルだけはな、本当に気をつけて、ライジンとうまくこう、コミュニケーション取りながら頑張ってください。応援してます。はい、今回以上です。クッシュ